Staring at the window on a cloudy morning, trying to lick her wounds while the tea is warming. Sometimes it's like a bird that's never shipped out. Sometimes you go around and I never run the rail. This week has been a mess, but I'm gonna tell you, we're a bit at work, gonna make it brand new. We're gonna plot a way for a comeback. We only need some time and I promise you that. していきます。色ねまだ決まってないんですけど、前回の服がすごい気に入ってたから同じ色でもいいかなとか思うけど、まあ、それはつまんないから違う色にするけど、何色にしようかなって感じです。はい、まずベースセリアだね。ベースを塗っていきます。少しだけこのお花が残ってるからこれつけようかなって感じです。黒すぎかな。じゃん、今日はですね、なんとタイガ様のなんと舞台なんです。なのでこちらね、握りしめて行ってきたいと思います。エビの塩辛でスープの薬味になってます。まずそのまま召し上がっていただいて。
じゃん。ちょっとね、作ってみたいデザートがあるので、めっちゃ簡単なんですけど、1個は多いからちょっと温めます。私は黒蜜をね、はい、黒蜜所持してたんで、この子をかけて、黒粉を、お部屋グッズ購入したんで、今日はそれを紹介します。これベッドカバー、掛け布団のカバーと敷く方の掛けるだけのシーツと枕ケースが2枚も付いてるんですよ。合計4枚セットなんですけど、枕カバー、ああで、これがシーツね、あの下のシーツで、これが掛け布団。このね、グレーは使うかちょっとわからないんですけど、これはちょっと洗ってからお見せしたいと思います。こちらが、ティッシュケースです。こうやってやって、で普通の、あの市販の長方形のティッシュでも使えるみたいなんで、これにしてみました。今冬用のスリッパです。去年使ってたもスリッパも捨てちゃったんで、来客用に100均で買ったスリッパを今代用で使ってるので、代わりに、はい、ようやくモコモコの可愛いの買いました。こちらはね、上はねキャミソールなんでめっちゃ透けてる、まあ、これは着ないんですけど、今この下のねパンツを使いたかったんで、ワッフル素材のスケスケですね、スケスケですね、ご覧の通りパジャマです。家用の、これがそう、家にあるあのヘアクリップがなんと全部壊れるという、全然今ないので買いました。ちょっと私髪の毛多いんで、このサイズで足りるか微妙ですけど、はい、でしょう。とこちらが、はい、ヘアピン、何やないって感じなんですけど、まあ、3つセットだったんで、このねシルバーの色がね、なかなか100均に売ってないんですよ。黒は持ってるんですけど、シルバーが欲しかったのでシーンで買いました。気に入りました。